NHK 大河ドラマ、どうする家康は、主演で、徳川家康役の嵐、松本潤、39、が5日に浜松祭りに参加して、大盛り上がりとなったが、視聴率は上昇の兆しが見えない。その要因の一つとして挙げられているのが、松潤家康と岡田潤、一演じる、織田信長による BL、ボーイズラブ展開だ。一部のジャニーズファンは大喜びしている一方で、ついていけない往年の大河ファンも多い。戦国物の王道であり、人気の家康を題材にした今回の大河だが、初回から視聴率は苦しんでいた。初回の平均世帯視聴率は 15.4% で、れっき、大の大河で過去2番目の低さだった。WBC 日本 VS オーストラリア戦3月12日と真正面からぶつかり 7.2% だった第10回を除いてギリギリで2桁を維持するので精一杯という状況で7日放送の第17回も 10.1% だった。なぜ視聴率は落ち込んでいるのか、様々な理由が言われているが、その中の一つが松潤家康と岡田信長の BL っぽい展開だ。第15回では信長が家康の耳をこう、無心が2度も出てきた。さらに、第17回では、織田勢が加勢に来ないことに業を煮やした家康が信長と対面し、加勢を要求。そのシーンで信長は必要以上に家康の顔を引き、寄せ、目を見ながら、俺とお前は、一心同体。ずっとそう思っておると告げた。このシーンでは、二人がキスしそうな、どと喜んだ視聴者がいたのは、間違いない。そもそも初回では信長が家康を思え、て、待ってろよ、竹千代。俺の白ウサギというなど、BL っぽい展開がありました。そういうのが好きなジャニーズファンは、喜んでいました。芸能関係者新しい大河ドラマ。若者に向けた大河ドラマと考えれば、新規の視聴者層を獲得することに、成功しているだろう。ただその一方で、これまでの大河ファンの中には、やっぱり、こういうファンタジーな世界についていけないという人も少なくないようです。第17回のシーンにしても、そもそもなんで戦の直前に城を抜けで、して二人で会っているの、と冷静に見てしまう人もいますから。BL 展開も、よしあしといったところかもしれません。どうこのまま、視聴率が1桁に落ち、落ち込んでしまうようなことがあれば、主演の松本にとっては黒歴史となりかねない。14日の第18回では、三方ヶ原合戦を描いた、新、三方ヶ原合戦が放送される。前半の大きな山とも言えるが、ここで盛り返せるか。視聴率はビデオリサーチ調べ関東地区。